取ったよな。じゃあ、6先を2回進むと、おしげで、6本選手の2セット選手。6やんな。トパンガーと一緒っすね。早い組み合わせばっかや
こやな。やるな、おるこいつ。完璧な着板体。ピーハイ食らった。死んでるやん。死んだ。これいいや。負けんって言う。負けんだろ。まだいた。なんかいろいろ出てない。昨日爆出したの出へんの。やった今のやばすぎやろ。マジな、AS レーダーしたいかってしてほしい。まあ次回は消えないけど AS レーダーがなくなる。なくなる。マジ量調整。ああ、そういうのシェイカー。完全に雰囲気だけですよ。すごい技なだけで連打のだから難しくなるから、そのコマンドもう一個あるしで関係ないし、まあ、っていうか初代ビルキーギアからある伝統の技みたいな。いやもうなんか格ゲーの昔の連打系の技やっぱな1個ぐらいは必要みたいな。ギルティーにも初代ないっすよね、ギルティー連打で。まあないんじゃないの。あ、いいか。あ、あれやん。あーそういう追加ってんじゃん。そうだよ、ボールドリとかも持った気がするけど全然ある。持った切りがなんかシャカシャカシャカ。あマジかよこいつ。うわー、あー、まあ、怖いさ、な怖いわ怖いわ。あっかなりヒットだな、ね、あっマジか。あの位置でやるの無理しさんとピノさんいなくなって金子さんもいなくなって太いので2番くんが入ったから多分多すぎ今入ってないやろ。おしゃがパンダイ。全身真っ白やばいよ、ね、それやばいわ。見た目がすごい最悪。あ、お母さん妖精さんみたいやろ。あるあ正月のこたつにいる妖精さんみたいな感じか。あーそこらへん。かわいい。プラチナ2種類あるんですよ。
あ、優柔人格系なの。この粉ってやつめっちゃ気持ち悪い。なあ、気持ち悪いよな、マジで。めっちゃ気持ち悪い。だんだん気持ちになってくるわ。え、でもルークはあれ気持ち悪くないんじゃん。いや、あれ聞いたら、あ、嬉しいって、これも嬉しいでよかったんやと思ったの。プラチナはトリニティの声が一番いいわけです。トリニティが深い人いるやん。トリニティしたら、あの、なんていうの、マギーサーターってクレーに上がってる方やな。いや、さすがに、え、どうするの。え、マギ、マドカじゃない方。さすがにルナよ、この人。え、じゃあトリニティの声ってどうやろ。いや、たまに鈴が喋ってる。いや、あれ鈴が喋ってる。いや、そう、マギーサーターがテンション上がってるのはルナと思う。ルナとしてんだから。そう、ルナが女の子、スナが男。トリニティはストーリーしか出てないよ。ストーリーしか出てないよ。ストーリーはストーリーモードやった。いやだからクリが喋ってる。クリスがあの鈴が喋ってる。あ、鈴喋るのあれ。喋る多分な。詳しくないね。やいやいやいや、あるある。おしげ、キンバやって。おしげ、昔あそこでキンバやる子やったのに。おし、あいちか。あいちっぽいな。やばいな、これ。すげえ。やる。あー、ちげえな、あそこ。やばい。もう、嫌やろな。あ、やらない。殴すぎやろ。なんでナグさん。おい、ジャンプ D やったやろ。ナグさん、はい、それはもう上海か。やったー。やめとこう、配信中やし。マジ、配信中やし、ナグさんの話やめとこう。うわっ、これは重鎮やからな。はい、重鎮やからな。重鎮やからな。すんごい。せやな。せやな。これはおお、やばい、こいつやばい。けあーあー、いい。露骨に削りダッシュした。5-1か。あれ、俺さっき間違えて下の方にコメント出したから。うん、これで教えが、うん、あそこ6回やんか。そうそう、調整するかな。デジットだけじゃなかったわ。や
お前バスターン。まあ勝ちに来たから、これはこれは言っとかなあかんやんの。おしげも勝ちに来てるからな。相性はあるで、絶対一緒だね。ボーツや、あんな回したことないもん。あー、デッドアングル良かったんだよ。あー、そうやな、あれはデッドアングルな。1、1、むずいけどな。いや、バッドムーンとか結構上の方からやられるかなと思って。ちょっと、そこから読みが一回変えましすぎて。おい、バックス読み合う。7フレやぞ、持続。早いぞ早いぞ、俺ちょっとヤムチャとかみたいな気分だよ。無理やな、さすがチップ。まあまあ、生で確立なあかんな。若干と影響あるかもしれない、若干。うん、多分そんなでかくはないけど、熱帯しながら配信してる人もいるし。普通ならでかいはずじゃないの、普通に考えたら。一応これで僕やり取りしてる量ってそんな大した量じゃないはずだから。そうなんや。で、こっち今全部送ってる方ばっかやから、そんなめちゃめちゃあるってことはないと思う。今のクソかい。あ、チケットタイミングしなかったか。チケットか、助けたら無理やな。
おいジャンプ直前ガード。ちょっこれ終わったら次枠行きます。お前 P に置きそうやろ。延長できなかった。うん、もう予約じゃなくて次の普通の枠になってるから。おい、延々に当ててきとうやんけ。もうあんとかがんかったな。ちょっと一瞬止まって、じゃあちょっと次枠行きます。オッケー。終わる。うん。いやシューティングや。シューティングさ出れなかった。だし、レノンさんの波動勝利は、そいつらの悪さが滲んでいくから。くれって波動勝利しながら、くくかって俺のさ、出し差し返すの。性格が悪すぎる。いいせんな。いいせんな。気にせえな。シェドの若者はさ、波動勝利できんやつが多いだろ。どぐらさんとか終わりきん。マジか、今に勝ってるやん。あ、いいねー。ダリマチケイで追い返してますかな。くっそー、あっぷな。マチケイで追い返してるやん。くっそ、発生勝ちしてるはずやけど。発生だけど、あーもうこれ直前ガード死んでるんやけど。おーやる。3-1。
おい、勝利出ろよ。すごい。ナイスナイス狂ってる刺激に狂ってるこの人せっかく終わってるああ。チップですから。そうやな。おお、うん。どっかで来るようになったけど。どこが来るか全然わからん。俺もわからん。二段ジャンプピンのところで来るようになった。おい、シャガッパンタイク。あーリバーサができないばっかり。やったよ。あっこれ無理や。無理そうなの。出た。うわあ。なんだマイピ足払いなあれ。いやマイピ足払いなあれ。いや。じゃあ足払いで避ける。足払いで避けれそうやな。避けれるか、いけそうやな。マッチポイント。今度からやるか。めいずえ。めいずえ。当たらんじゃん。当たらない。へえ。めっちゃかかるな、うん、まあ、確かにもっと勝てるはずない。でも、惜しげてよかったね。